スポーツ愛がお送りするヨーロッパチャンピオンズリーグ、今日はギリシャのパナシナイコス対ポルトガルの FC ポルトの一戦をお送りします。グループ A の第4節になります。現在のところこのグループは1位がパナシナイコス2勝1敗です。2位に FC ポルト1勝1分け1敗という成績になっています。ちなみにこの両チームは1対0で前回はパナシナイコスが勝っています。今日はどうでしょうか。遊んだ人ほど得をする。チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治。チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治。人生にはチョコレートをかじる時間がいる。明治ミルクチョコレート。綺麗だな、その髪も綺麗。会わないことにしよう。はい。きっと僕が守り続けるから。もっと走ろう。日赤ワーキレイガソリンならエンジンはずっと綺麗です。Welcome back, everyone, to Olympic Stadium. いよいよ楽しみなリーグ戦が始まりました。この試合はスポーツライター杉山茂樹さんと見ていきます。実況は八塚博史です。杉山さん、どうぞよろしくお願いいたします。またやってきましたね。そうですね、それではここでチャンピオンズリーグのレギュレーションについてご紹介します。チャンピオンズリーグは真のヨーロッパナンバーワンのクラブチームを決定する大会と位置づけられています。厳しい出場資格があるわけなんですが、その規格とはヨーロッパサッカー連盟によるランキング上位24カ国のリーグチャンピオンチームであること。まずこれが杉山さん、大変なことなんですね。そうですね、まあ、ステータスですよね。はい、リーグ戦を行います。この本戦参加できるのは16チーム、前年度チャンピオンが文句なくこのリーグ戦には参加できます。今年の場合はオランダのアヤックスがそれに当たるわけです。残りの15の椅子のうち、まずはランキング上位7カ国のチームも自動的に参加できます。そして最後の8つの椅子は残り16チームによる予備戦を勝ち抜いた8チームに与えられるわけです。さあ、それでは今回はグループ見ていきましょうか。グループ A、 なんと FC ポルト、パナシナイコス、オールボルグ。ディナモキエフが出場停止によってオールボルグが出ました。このグループ A をどうご覧になりますか。そうですね、はい、なんとポルト A、 いいんじゃないですか。フランスとポルトガル、はい、はい、このあたりが有力どころと今挙げていただきました、はい、全部でグループは4つに分かれています。まずはグループ A をご紹介しました。続いてグループ B、 イングランドのブラックバーンローバーズ、ロシアのスパルタクモスクワ、ノルウェーローゼンボルグ、ポーランドのレギアワルシャワ、この4つなんですが、ブラックバーンローバーズと行きたいところなんですけどね、はい、前評判の高いチームですが、果たしてどうでしょう。ここまであまり調子が出てないようですね。そうですね、イングランドはしかし来年はユーロ96控えてますんで、そうですね、こういうクラブチームが一つ何かこう力を誇示したいところだと思いますがね。グループ C、 イタリアのユベントス、ドイツのボルシア・ドルトムント、スコットランド・グラスゴー・レンジャーズ、ルーマニアのステアウア・ブカレスト、素晴らしいメンバーが揃いました。そうですね、はい、いずれも名のあるチームですよね、特に今回注目チームはユーベ・ボルシア・ドルトムント、はい、うん、まあ、ガスコインのグラスゴー・レンジャーズ、まあ、ユーベでもドルトムントでしょうかね。そうですか、はい、そのあたりで手堅いのではないかという感じがしますが、果たしてどうなりますか。グループ C です。グループ D、 オランダ・アヤックスは、まあ、これは去年の力を見る限り、うん、やはり動かしがたい本命、ね、うん、スペイン・レアル・マドリッド、スイス・グラスホッパー、そしてハンガリーのフェレンツェ・ロッシュと、フェレンツェ・バラッシュですね、フェレンツェ・バラッシュですね、はい、ここもいい顔ぶれじゃないですか、うん、そうですね、まあ、レアルですよね、はい、レアルは潜在能力は高いですからね、個人個人でね、はい、チームとしてうまくまとまればっていうところですよね、うん、
アヤックスが随分メンバーが変わったところがありますが、はい、そのあたりは気になりませんか。大丈夫でしょ。そうですか、はい、このリーグ戦では各グループ内でホームアンダーウェイの総当たり戦を行って、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出します。決勝トーナメントは準決勝まではホームアンダーウェイ方式、ヨーロッパナンバーワンを決定する決勝は一発勝負です。またこの大会の優勝チーム、日本で開催されますあのクラブチーム世界一決定戦トヨタカップにヨーロッパ代表することが決まっています。まあヨーロッパのチャンピオンになるということで、大変このチャンピオンズリーグは人気があるんですが、はい、昨年のアヤックスの力というのがまだ何かこう残像として残っています。そうですね、あれは死闘でしたね、アヤックスとミランというのがありました。なかなか面白い試合だったんですよ。そうですよね、はい、あれは現地で杉山さんご覧になっていて、うん、鳥肌が立ったって語ってくれたことがありましたけどね、うん、そうですね、現地で見ないとあの試合分からなかったんじゃないかなと思います。僕はそうですか、テレビで見てはちょっと分からない試合じゃないかな、分かりにくい試合じゃないかなと思いました。はい、はい、グループ A の第4節です。こちらはギリシャアテネオリンピックスタジアム、この緑のユニフォームがパナシナイコスです。そして青と白のユニフォーム縦島 FC ポルトはポルトガルのチームです。これは一昨年の前々回のチャンピオンズカップのリーグのファイナルですよね。そうですね、場所ですよね、そうでした、そうでした、はい、バルセロナと AC ミラン、あれもまた予想を覆しといいますかね、圧倒的なそのバルセロナ優位の中で、まあ、ミランの勝ったその試合でありましたけど、ポルトガルの FC ポルトに関してはどんな印象を持ってますか。ポルトはいいですよね、やっぱりあの去年のウェファーカップも見たんですけれども、はい、いけそうですよね。そうですか、今のところね、あの1勝1敗1引き分けですけれども、はい、パナシナイコススターティングイレブンです。ゴールキーパーのバンツィックから始まって、アポストラヒス、ウズニディス、そして H ヨルギアディス、ボレーリ、コリツディアギス、 S ヨルギアディス、マルコス、そしてバルズヤヒア、マロゴス、ドニスとなっています。まあ、とにかくあのギリシャ人の名前の名前というのは非常にこれ難しくてですね、はい、日本的な言い方というのは馴染まないんですがね。よくあのヒポクラテスだとかアルキメデスとか言いますが、さあ今度はポルトです、はい、ゴールキーパーがビットールバイヤー、以下セクレタリオ、ルイホルヘ、アロイージオ、ホルヘコスタ、エメルソン、エドミウソン、ルイバロシュ、ドミンゴス、パウリーニョ、サントス、ドルロビッチとなっています。ポルトの方はほとんどがポルトガル代表と、はい、そうですね、あとはまあブラジル人と、はい、ほとんどがポルトガル代表。一方のパナシナイコスもこれギリシャの代表歴のあるものがほとんどですね。そうですね、さあ FC ポルトが今ボールをキープしています。前にフィードしたいのはこのルイ・ホルフェです。この人もポルトガル代表です。ホルヘ・コスタ、ポルトガル代表。一旦戻します。ギリシャです。ギリシャはラモン・ローチャ監督が率います。パナシナイコス、アルゼンチン生まれの人ですよね、はいはい、ボカジュニアーズをかつては率いたことがある、はい、アルゼンチン生まれというか、はい、アルゼンチン人ですよね。そうですね、はい、ドニス代表です。まあ、とにかくギリシャの場合には、まあ、今回はパナシナイコスというクラブチームでありますが、ギリシャそのもののナショナルチームがアメリカ記念すべきワールドカップ本大会に初出場を果たしましたので、はい、非常にムードはいいでしょう。そうですね、確かあれも、まあ、ある意味でラッキーで出場だったんですね、はいはいはい、ユーゴスラビアがあの国連の制裁措置で予選から締め出された、はい、その関係もありまして、まあ、出場これは大きかったんですが、やはり本大会ではちょっと活躍できませんでしたね。そうですね、ちょっと力が違ったという感じはしますが、まあ、あと経験もなかったっていうところもね、はい、まあ、言っておかないとかわいそうかなって気もしましたけどね、はい、右サイドから折り返すことはできませんが、ゴールラインは割っていません。今タッチ終わりましたか。まあ、パナシナイコスはね、はい、確かあの71年ですよね、ファイナル出てますよね。そうでした、そうでした、あのウェンブレーのファイナルですよね、そうです、アヤックス、はい、オフサイド飛び出しましたが、これはダメ。それでそこからアヤックスは3連覇ですからね。そうですね、今からもう24年ほど前の、ね、そうですね、この選手はエドミウソンです。ギリシャのチームといいますと、まあ、一般的にはその昨シーズンこのチャンピオンズリーグに出たのがあの AK アテネでしたね、はい、そうですね、今年はあの、ウェファーです、はい、回ってますけれどもね、あの昨シーズンのチャンピオンズリーグメンバーがほとんどウェファーに回ってるんですよね、はい、
その意味ではウエハーが面白いというのもあるんですがね。しかしヨーロッパでは何と言いましても一番権威のあるのがこのチャンピオンズリーグです。ギリシャ、ラモン・ローチャさん。こちらポルトガル、青と白の縦縞です。ブルーファイト。あー、いいところでカットしました。前にポイントができそうです。あー、これタッチ沿い、中に入れることはできませんでした。エス・ヨルギアです。まあ、ドロロビッチですか。はい、11番ってことなんですけれども、難しいところドリブルでやりすぎましたね。はい、まあ、とにかくあのポルトガルのチームっていうのはドリブル大好きなんですよね。ナショナルチームからもクラブチームまでですね、はい、ブラジル人以上に好きじゃないかというぐらい。なるほどね。さあ中央からアポストラキス、スルーパス、合いません。今狙いはこれ、うん、H ヨルギアです。まあ、アポストラキスの、はい、あのドリブルですか、はい、からのですか、前線に出したパス、なかなかかっこよかったですよね。そうですね、いい感じで抜けました。そして先ほど横が映っておりました FC ポルト、ボビー・ロブソンさんです。ボビー・ロブソンさんはそういえばあの昨シーズン の, そのアヤックスとミラン戦を表して、はいはい、もうこれ以上の対戦はないであろうと、そうですね、よくあの南米チームと戦って世界一を決めるというのがやっぱりスタイルが違うんで、試合の妙味としてはやっぱりヨーロッパ同士が面白いんだっていうようなニュアンスを言ってますね。あの試合はまあ話ちょっと違っちゃうんですけどね、それなんていうんですかね、サッカーを見てるような気がしませんでしたよね。一般にね、こう蹴って走ってっていうスポーツですか、ちょっとね、なんかスポーツの醍醐味となんか違う囲碁将棋というかですね、その手のテストはすごく感じましたね。だんだん崩れていくっていうかね、その様を見るのはなんとかね、僕はああいう感じ初めて経験しましたよね。そうですか、決してこうファンタスティックっていうんですか、面白いっていう感じじゃないんですけれども、はい、パスが通ります。そのドラマが果たして今シーズンはどんな風な結末を迎えるか、これ楽しみですね。まあ、杉山さん個人的にはどういうところをいわゆる優勝候補に挙げてらっしゃるんですか。あ、チャンピオンズリーグ、このチャンピオンズリーグ、まあ、やはりアヤックスは当然これ動かしがたいですけど、まあ、ユベントス、うん、あとレアルマドリーもね、はい、あのいいですからね、やっぱり潜在能力高いですからね、はい、ポン飛び出してドニス、合いません。タッチを割っています。この両チームは先ほどご紹介した通り、いわゆるグループ A の第3節で10月18日ですが、パナシナイコスのアウェイ、FC ポルトのホーム、1-0 でアウェイのパナシナイコスが勝っています。これは大きいですね。そうですね、アウェイで勝ちましたからね、はい、今回はホームゲームです。ギリシャアテネオリンピックスタジアム、ね、あのポルトガルの、 あのポルト、僕も行ったことあるんですけれども、はい、そこで勝つっていうのは大変ですからね。そうですか、はい、よくその重圧に耐えました。セクレタリオです。さほど速いパス回しを見せません。この人がルイ・ホルヘ、はい、今サイドに振りました、はい、パウリニオ・サントスですね、はい、ポルトガル代表、そうですね、ナンバー10ですよね、10番です、はい、彼なんかやっぱり中心ですよね、はい、ああ、内側に体を入れますか。これがユーゴ人ですよね、はい、ドルロビッチ、ドルロビッチ、はい、そして7番をつけているエス・ヨルギアです。あのユーゴのサッカーとポルトガルは合うんじゃないですかね、はい、似てますもんね、うまさ比べ的なところありますからね、スキルがね、はい、さあコーナーキックは最初1本目になります。蹴るのはホルヘコスタ、ポルトガル代表です。中に入れました。もう一列ありそうです。クリアしました。もう一回ありそう。あ、今度はギリシャ、パナシナイコス、スーッと上がっていきました。バルズヒア、そしてこぼれてるところ救いました、ヨルギアです。この人は、バルズヒアですか、はい、ポーランドですよね、はい、とにかくパナシナイコスの場合には同じ名前が2人おりまして、ヨルギアですと、まあ、4番7番ですが、 H ヨルギアです、 S ヨルギアですというふうに区別しています。ゴールライン割りました。ファミリーネームが、はい、ヨルギオスですよね、ヨルギオス、ヨルギオス、これも一緒、多分これは兄弟じゃないかなと。血縁関係当然ありますね、当然ありますね。ボレーリ、アルゼンチンの代表です。そうですね、はい、ボレーリはまあ有名なですよね、はいはい、
まあ、監督がアルゼンチン人ということでね、ラモン・ローチャ、はい、ローチャさん、I've been saying that for years. 両チームともにこれシュートまでなかなか行きません。手元の時計では9分を既に過ぎています。ちょうど今表示がありましたが9分20秒過ぎています。ビットル・バイヤー、ポルトガル代表、いい選手ですよ、はい、ヨーロッパでも、まあ、なんていうんですかね、ベスト5に入ってくるキーパーじゃないですか。そうですか、評価高いですよ、ポルトガル。ポルトガルそのものはあの94年のアメリカワールドカップ出られませんでした、いや今はいいですよね、あれからやはりチーム力がぐっと上がって整備されました、ヨーロッパ選手権の予選でもですね、はい、やっぱりですか、ね、6組を1位で通過しましたもんね、やっぱりスペイン、ポルトガルあたりが、うん、強さ見せてますよね。なんかそんな感じがしますよね、そしてあのオランダ苦しんでますね。そうですね、ミニアヤックス、はい、ユーロ96の予選というのがすでに大詰めを迎えている、まあ、本チャンといいますか来年の6月にイングランドで開催なんですが、すでにあのポルトガルはもう1位通過見事決めています。でギリシャはこれ落ちてしまったんですね、したがってこの両チーム明暗分かれています。今日はギリシャのパラシナイコスが緑色、ポルトガルの FC ポルトが青と白のこのユニフォーム、縦島です。ブラジル人ですよね、アロイシオ、はい、足が引っかかりましたか。しかアロイシオは代表歴ありますよね。あ、そうですね、はい、4番をつけてるアロイシオ、そしてこの人はルイ・ホルヘ、パナシナイコスは、はい、シュートチャンスいくか、囲まれました。ドミンゴスですか、はい、Normally, Latifi has been a starter there, but he's not in the starting lineup today, nor is he on the starting lineup. 比較的これ杉山さん、はい、あまりあのワンタッチ、ツータッチのパス回しというよりもかなり自分でためを作るといいますか、そうですね、キープしながら攻撃というのが得意なようですね。そうですね、このエメルソンですよね、はい、この6番、6番のエメルソン、ブラジル人、はい、彼はやっぱり見せますよ、ね、見せますか、はい、まあ、風貌もね、分かりやすいですし、はい、独特です、どこにいるかすぐ分かりますから、はい、注目ですね、そしてこの人がアロイージオ、もうあの会場はかなりウェーブがあったりして、しかしシュートまでなかなか行きません。派手にシュート飛ばすチームじゃないですよね、はい、崩してから流し込むというサッカーですよね。そうですね、ただグループ A では両チームともに好調です。さあ中に入れた、ファーサイドです、これキーパーです、キーパー接触したのはエドミューソン、ようやく一つの攻撃の形ができましたが、先にキーパーのバンズイックが取っています、はい、この人ポーランドの代表なんですね、はい、ポーランド人2人ですよね、そうでした、はい、もう一人がその、バルツィヒアですかね、はい、バルツィヒア、はい、非常に言いづらい名前です、はい、これでもギリギリ腰を回したんですけどね、ルイ・ホルヘ、はい、3番のオーバーラッピングからのセンタリングなんですけど、これはファールの数です、両チームともに2つずつ、しかしかなりテクニックありそうです、両チーム簡単にパスを出しません、テクニックはありますね、現在1位通過パナシナイコス2勝1敗です、2位通過 FC ポルト1勝1分け1敗、右サイドからエドミューソンですよね、はい、乗り返した、さあどうだ、走り込む選手はいません、大きなクリアです、前にいる選手に合わせようというところ、あー注目のエメルソン絡んできました、手元の時計では13分を過ぎました、両チームの得点ですがあまりにもシュート数が少ない、特にパナシナイコスはこれ1本もありませんか、どっちがホームなんだちょっとわからないですよね、なんかそんな感じがしますよね、まさかもうすでに1勝してるんでそのまま逃げ切ろうってわけじゃないんでしょうけど ね、 よくこれでアウェーで勝てましたね、はい、ボールをキープしていますドニス、縦に1本通りました、あ途中でカットされます、読まれています、この人エメルソン体力がすごいですよね、この選手は、はい、まだ持っています、いいところにしかし出しました、ロイバロシュ、ポルトガルの小さな英雄ですよね、はい、8番をつけていますルイバロシュ、
未だにもうかなり年なんですけれども、はい、まだ代表をキープしてますからね。いやーしかし両チームともに本当にあまり早い攻撃という展開は全くありません。大事に大事にパスを回しているそんな印象すら持ちます。ディフェンダーを引き寄せます。ウズニディス、コリチダキス。まあでも戦い方に落ち着きがありますよね。ありますね、やはり各国のいわゆるリーグチャンピオン同士の集まりです。ギリシャリーグと言いましても私たちなかなか馴染みがないんですが、当然これギリシャでは国技ですからね。そうですね、いろんな意味でものすごい熱い中やってるんでしょう。熱のある中ね、その中でのリーグチャンピオンです。パナシナイコス、ギリシャアテネオリンピックスタジアムはもちろんホームです。Here's Emerson. ファンの熱を感じます。ドミンゴスですね、はい、そしてこの人はエドミューソン、はい、後ろから来ましたファウル。この位置からフリーキックです。エドミューソンもブラジル生まれじゃないですか。あ、そうですかね、エドミューソン、金髪の髪の毛です。柔らかい髪の毛、この人です。さあそろそろ中に放り込みたいんですが簡単には入れません。ここです、シュート。いや、これを狙いましたね、うん、そうですね、ようやく一つリズムを変えようという意思が現れました。ようやく何かこう吹っ切れたような思い切ったシュート、クロスバーの上を越えています。ゴールキックです。15分30秒すでに過ぎました。パウリーニョサントス、ポルトガル代表です。タッチ終わりました。とにかくチャンピオンズリーグを勝つというのはもうクラブチームの中では、とにかくヨーロッパのクラブチームの中では夢の夢ですからね。そうですね、あのユベントスなどもむしろリーグ戦のスクダットよりもこちらを狙いたいんだという言葉がイタリアの情報誌にありました。そうですね、はい、もうユーベはそうですね、完全にそうですね、絞ってきてる印象がありますね、はい、まあ、デルピエロもね、はい、同じこと言ってましたし、ね、はい、その意味ではこのパナシナイコス FC ポルトはグループ A ではいいスタートを切っています。さあどうする、パナシナイコス2人のマーク、エメルソン、この人は守備もね、はい、体に幅がありますね、フェルナンドコート的な、はい、うん、フェルナンドコートというよりも、パウロソーザをちょっと派手にしたというか、はい、まあ、フェルナンドコートの髪型とね、まあ、あの辺みんな荒々しいですけどね、そうです、ストッパー的な雰囲気もあるんですよね、中盤のストッパーって言うんですか、そうですよね、スケールが大きいですよね、はい、ポルトガルは本当にいいプレイヤーを輩出してますよね。そうなんですよ、まあ、彼はブラジル生まれなんですけどね、はい、彼はねリオなんですよね、はい、確かフラメンゴかなんかでやってたんじゃないですか。あ、そうですか、はい、しかし杉山さん、パナシナイコスはシュートがほとんどありませんね。ね、去年のアテネも、エキアテネも地味でしたけどね、はい、地味でしたね、まあ、でもね、そこで、なんていうんですか、2勝1敗というところが、はい、ミソじゃないですかね。なるほど、グループ A はポルト、パナシナイコス、それからなんと、うん、アールボルグ、この4チームによって争われます。ポルトは評判高いんですよ、はい、割とヨーロッパの記者は、ですか、アヤックスとユーベ、はい、レアルマドリ、はい、この次ぐらいですよね、そうするとそれではあの、ね、ホームで負けた前節というのはかなりあれですね、そうですね、意外というか、うん、そうですね、驚きを持って迎えられたわけですね。またパナシナイコスはパナシナイコスで、はい、先ほどの紹介もあったんですけれど、ディナモキエフでしたっけ、はい、出場停止になってしまいましたけれども、はいはい、あそことや試合やっちゃったんですよね、うん、1回だから多く戦っちゃってるんですけどね、でオールボルグが代わりに出てきてるんですけれども、はい、さあ折り返した、どうだ、ヘディング、これクロスバーの上です。高い打点、誰ですかね、打ちつけることはできませんでした。最後のヘディングシュート、 FC フォルト、なんとか脅かしていますね。しかしね、ゴール前です。ポルトは負けられないですよね、これ、はい、もうすでに一線を落としています、うん、さあ
放しないクス、ドニス、ドニス、あー、かわしていく、ドニス、うまい、まだ持っている、ちょっと持ちすぎた感もありますがね、まあでも、うまいですね、この人がドニス、なかなかそのパナシナイコスの試合を私も見る機会がほとんどないんで、ひょっとするとこれが初めてじゃないかなっていう印象すらあるんですけども、スタイルは大体分かりましたね、そうですね、あまりカウンター攻撃というのはありません、うまいですよ、地高をねビルドアップしながら上げていくというそういうタイプなんでしょう。ファール、倒れたのは、あ、どうやらこれボレーリー、まあ、ワールドカップではね、はい、あの23番目、24番目と言われちゃいましたけれども、はい、でも、うまいですよ、これ、うん、ね、確かにそうですね、やっぱりこういう、なんですか、チャンピオンズリーグのような、はい、大舞台で赤字踏んでますからね、うん、そうですよね、全く違いますよね、そうなんですよ、ヨーロッパ三大カップの中でも最も権威のある大会です、ね、あのヨーロッパのチームどこもそこそこのレベルにあるっていうのはこの大会ですか、あとウェファーとか、はい、カップイナーズ、この辺のなんですかイベントが、なんていうんですか、彼らに自信をつけさせてるっていうんですかね、なるほどね、さあ手前を向きました、パナシナイコスチャンスになるか、パスを一旦くれてドニス自身が前に上がります、そしてワンタッチで来たのはこぼれているが、どうも最後フィニッシュまでいきません、マラゴスですよね、そうですね、10番のマラゴス、スピロスマラゴスです、こちらこちらパウリーニョサントス、いやー、しかし20分過ぎましたが立ち上がりからずっと同じ調子ですよ、そうです、うわー抜けますね、でも、はい、このスラロームで、あーっとこのパスはいけません、見るからに弱いパス、取ってくださいと言わんばかりの弱いパス、あまりねこうバックラインの裏を突くようなパスは出ないんですけどね、出ないですね、それからカウンターもありませんし、サイドチェンジもほとんどなしと、はいはい、もう全員がドリブルをして見つけてゆっくりしたパスを流すっていう、これがまあスタイルなんでしょうけどね、自分も楽しみながらやりたいっていうんですか、はい、まあ、テクニックは存分にこれ発揮できるでしょうけども、何か戦術的にちょっとまだ違うんじゃないかなって気がしないでもないですね、でこれ代表チームもね、はい、まあ、極端なこと言ってしまえばほとんど同じですよね、そうですか、でも強いんですよ、ファールの数はご覧のようになっています、パナシナイコスが4、 FC ポルト、FC ポルトが4、パナシナイコスが5です、ルイ・バロシカ、さあご覧のようにあまり速い攻撃ありません、セクレタリオの上げたボールが裏をつけません、これはバックパス、したがってあのオフサイドというのがほとんどないんですよね、ボールポジション出てましたね、はい、シブロフでポルト、はい、ポルトが、うん、セーブ、はい、ボールキープ率上回っています、まあパナシナイコスはシュートがないんですから、うん、22分を過ぎました、両チーム無得点です、ボール支配率では FC ポルトが上回っています、6-4です、ただ形勢は合格ですよね、合格ですね、はい、比較的このパナシナイコス、あー、ようやくサイド振ってきました、ドニス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 、開いて、あー、もったいない、なんとももったいない、今のは踏ん張りきれなかったんですか、足を取られたような妙な打ち方だったですね、観客もかわいそうですね、ブーイングですよね、そうですよ、盛り上がった気持ちが一瞬にして盛り下がりました今のはね、でもねここ今バランス崩しちゃったんですよね、はい、かわいそうですねこれ、最後はですからカタルシスですこれ、ね、なんとも言えません、はい、それがブーイングによって表されました、セクレタリオ、ポルトガルの代表です、はい、ミニサイドバックですね、はい、さらにはパウリーニョサントス、はい、はい、あ、ゆっくり今エメルソン上がっていきましたね、はい、後ろの、はい、そしてパスを送ることができるか、アロイジョー、今のは遠目から打っていったんですね、そうですね、あ、アロイジョこれもブラジル生まれですよね、はい、これシステム的にはやはり両チームのところは4バックですね、そうですね、4人並べてますね、一応、特殊なフォーメーションじゃないですよね、はい、
いやしかし一貫してこのスタイルを取ってきます。ただポストの方は、はい、頭がですね、ドミンゴスワントップ気味だと思うんですよね。その後ろにドルロビッチ、エドミューソン、そうですね、この人ボビーロブソン、はい、スリーフォワードじゃないんですよね。なるほど。さあどう攻めますか。ドルロビッチ切り込んだ、ディフェンダーに当たっています。彼のポジションいつもちょっと低めですもんね。うん、ウィングに張ってるってほどでもないですからね。はい、ラモン・ローチェさん、いや監督の表情が映っておりましたのでこの瞬間が見えませんでした。倒れたのはこれドニスでしょうか。誰でしょう。でしょうね、ドニスじゃないですか。あっとこれはイエローカードが出されます。どうでしょう、ルイ・ホルヘにイエローカードか。そうですね、ルイ・ホルヘにイエローカードですね。あーこのプレー、ボールを見ずに足を出してしまったと。いや実にトリッキーな守り方しますね。これはイエローカードです、ルイ・ホルヘ。ちょっとでも考えられないようなマークの、いいですよね、いいですね、雰囲気あって。はい、 FC ポルトです、ルイ・ホルヘにイエローカードです。そんなに悪質じゃないんですよね、ただもう明らかにファールですよね。はい、ただちょっと相手の強さ感で少しタイミングがずれればいい、それくらいの感じでした。怪我は重傷は負わないと。はい、ウィルソン、両チーム無得点です。25分30秒を過ぎています。残り時間前半は20分、まだチャンスらしいチャンスありません。最終ラインを破るというケースがほとんどありません。ルイ・ホルフェ、先ほどはイエローカードをもらいました。このパスが通りますか。タッチ終わりました。ボールはパナシナイコス、アポストラキス、スローイン。ようやくこれドニス、いやいいボールだー、チャンスボレー、どうも弱い、どうも爪が弱い。今のなどは、バルズヒアなんですが、ポーランド代表、もっときっちりボレーを叩きつけてもらいたいような、それができれば、スーパーゴールになるでしょうね。そうですね、ただ今のはいかにも弱くありませんか。ジャストミートせず、難しいですよね。フリーではありましたね、ポジション的にはね、トラップしてもね、後ろがカバーいなかったようですね、今ね、1か8かで打っちゃったって感じですね。はい、両チームノースコア、得点がありません。さあしかしこの時間帯はパナシナイコスが押している、いやいやそんな感じです。でもパナシナイコスはもうパターンがドニスですよね。はい、右サイドからグッとね、彼のドリブルですよね。でこれに対して先ほどイエローをもらったホルヘコスタがどう守るかと。はい、ルイ・ホルヘ、ルイ・ホルヘ、背番号3ですよね。そうですね、はい、さあもう一度組み立て直します。あっと途中でカットしました。チャンス、これがエメルソン、この人持ちました。いいパスが通りました。狙う、シュート。あれももっと球離れよくファーサイドにダイレクトのパスっていう手もあるんでしょうけどね。思い切って行きましたがコーナーキックになります。ディフェンダーに当たってゴールライン割りました。さあこれはセットプレー重要です。蹴るのはこれドルロビッチ、なんかちょっとサビジェビッチ小型版って感じします。そうですね、左足、しかしこれ精度がありませんでした。大きなクリアです。あ、天井にこれはミスでしたが、ことなきを得ています。はいはい、同じミス、助かりました FC ポルト。さあもう一度攻め上がります。どうもパスミスとトラップミスが目立ちます。でも本当の意味での危なっかしさというのはないですよね。はい、余裕を持ってますね。中に入れましたが途中でカットしました。しかし杉山さん、私はもう昨シーズンも杉山さんとこのチャンピオンズリーグを何とか放送させてもらいましたが、ヨーロッパの各国のチャンピオンが集まって、そうです、考えてみれば夢のような試合ですよね。そうなんですよ、本来ありえないんですから。どっちが強いんだをホームアンドウェイで決める、ね、これはすごい、企画がいいですよね。企画がいいですね。
でまたこのチャンピオンズリーグですか、はい、まあ、ネーミングもうまいんですけど、まあ、ゆくゆくはもっとこれチーム数を増やそうという発想もありますので、はい、で本当にリーグにしちゃうっていう発想もあるらしいですよね。あー、ワールドリーグと言いますか、もうね、ヨーロッパリーグ。そうすると本当に強いのはどこだったのは明確になりますね、これね。これ蹴るのはおそらくドルロビッチでしょう。左足壁ができます。ドルロビッチがいて、これエメルソンですが、エメルソンはこれおとりでしょう。ドルロ、あー違う違う違う、いやドルロビッチだ。ちょっとフェイクをかけながら、アロイジオですかね、触ったの。そうですね、ちょっと分かりづらかったですね。まさに私はドルロビッチが蹴るものだと思ってました、キーパーのバンジク。まもなく30分になります。アテネで行われていますオリンピックスタジアム。キックの方もすごかったですね。すごかったですね。飛びそうな感じしたんですよ、はい、ポーランド代表ゴールキーパーバンズイック。杉山さんはこういう大会というのは見どころというのをどこに置きますか、あるいはテーマといいますか、何を一番ご覧になりたいですか。そうですね、やっぱりですかね、意外な時に意外になこうカードがあるんですよ、はい、例えばユーベ対、はい、アヤックスがすごく面白いかというと、必ずしもそうじゃない時があるんですよね。名前が先行してしまって、はい、両方に両方とも警戒してしまってみたいな時があって、長所が相殺されてしまうというところがあるんですよ、はいはい、うん、でも名前がない同士っていうと失礼ですけれども、はい、ちょっと僕らにとっては名前がなくて、なんていうんですかね、期待薄っていうんですか、プラッと出かけていくような時があるんですよね、でもそういう時に、なんていうんですかね、基本的に上手いですから、はい、とんでもないファンタスティックなゲームが展開されてしまう時もあるわけですよ、その予想がつかないところが面白いっていうんですか、あんまり期待していっちゃうとダメだし、期待しないでいくとなんかちょっとハマったりですね、これがね、いつやってくるか分かんないところが ね、なかなかね、あ、はい、さあこの位置からになります。パナシナイコスチャンスになりました。杉山さん、はい、ようやくパナシナイコス何かこう点の入りそうな、取れそうなチャンスを迎えました。そうですね、でもお客さんよく入ってますね、入ってますね、やはり期待感が伝わってまいります。さあどうする、最後は蹴ってキックが壁に当たっている、スローイン。ただこの両チームはグループ A というところに入っています。はいはい、このグループ A がおそらく私の考える中では、一番そのなんというかレベル的には低いと言いますか、なんとかとりあえずリーグ戦でも調子は悪い、その意味ではあまり期待できない、はい、ましてやアールボルグはこう変わって入ってきただけに、このポルトとパナシナイオカスはこれチャンスなんですよね、非常にチャンスです。決勝トーナメントに上がるにはこれ願ってもないグループに入りましたよね。これグループ C などを見ますと本当に予想がつかない。そうですね、ユベントス、あるいはステアアウアブカレスト、グラスゴーレンジャース、ボルシアドルトムント D にしてもそうですよね。そうですね、したがってこの A というのがひょっとしたら一番波が少ないんじゃないかと思います。その意味ではポルト、パナシナイコスチャンス、なんとか非常にリーグ戦では悪い、悪いですね、これなんでしょうね、覇者なわけですがね。そうですね、でメンバーもさほど変わってません。その傾向はブラックバーンにもいますからね。そうなんですよね、わからないもんですね。まあ C といえばユベントスもそうであると、まあね、まあそういうことですね、まあそんな感じはありますよね、はい、その意味では本当に分かりません。レアルマドリーもそうでしょ。そうですね、そうするとやはり順調にアヤックスということになるんでしょうかね。まあでもね、安定感のあると言いますか、実にそのなんというか横綱相撲を見せてくれる、横綱相撲っていうかなんか、はい、僕はね横綱相撲だとは思わないんですよね、はい、そうですか、そうですか、まあ、横綱相撲っていうのはね、こう胸を出してね、はい、どうだっていう感じはあるんですけども、どんなスタイルにでも対応してやるぞという、そうなんですけど、はい、X の方はまず自分の方から行きますからね。なるほどね、なるほどね、横綱はね見てたってね、受け止めてちょっと暴れるなら暴れてくださいっていう感じなんですけど、X の場合先自分も暴れちゃいますからね、相手に
なんていうんですか、適当に、なんていうのかな、一緒になって喧嘩しちゃうっていうんですか、横綱一緒に喧嘩しないじゃないですか。アヤックスの場合は喧嘩し合って、殴り合ってそのまま勝ってしまうっていうところがありますので、あ、なるほどね。ああ、チャンスになった。パス、ダメだ。最後のラストパスはバランスを崩していいところには行きません。しかしもう一度、ダメか。でも今の場面もそうですけど、パナシナリコスはやっぱりかなりディフェンシブですよね。あの攻めに分厚さがないですよ ね、むしろ意識の上ですでにもう守りに入ってる、攻めながら守ってますね。波状攻撃っていうのが効かないんですよ、これポルトはアウェイですが、このまま無得点では困ります。すでに負けていますので果敢にこれ攻めてくるはずなんですが、そうですね、できたらもう勝ちたいですからね。そうですよね。これは勝ち点3ですから、勝利は3ですからね、引き分けが1、勝つと引き分けじゃ大違いです。水を含みましたラモン・ローチャさん。ああ、本当杉山さんのお話の通り、ずいぶんこれスタジアム入りました。ここのスタジアム大きいスタジアムなんですよ。国立競技場ぐらいはあるんじゃないですかね。そうですか。6万ちょっと入るところだと思いますよ。ほぼ入ってますね。夜の試合です。11月の1日グループ A の第4節。あーとヘディングで落としてミドル打てない、打てない。アポストラキス、リバラシュが追いますね。前に持っていく、リターンをもらうのではない、後ろに下げます。ドニス、マラゴス、あ、これはマラゴス、マラゴスですね、これマラゴスですね。マラゴス、あ、シュート、あ、ちょっと弱い。いやもう私どもの感覚ではあの中央には集中力が高まってるわけだから開けばいいじゃないかと思うんですが、そうもしないですね、これ。そうですね、あんまりね、理想的な、いわゆる理想的と言われてるサッカーとは程遠いと思いますよ。そうですね、でもね、それで押し通してしまって、そのスタイルがまたスタイルで守るところが強いんでしょうね。そうなんですよね、まあ本当にこれこそがバランスがいいんでしょうね、あるいはこれを崩すことになると帰っていけないんでしょ。そうですね、だからもうこれがスタイルなんですよ。そうなんですね、それで勝負っていうところじゃないですか。これ力を出し切ってダメなら仕方ないと、それで少しずつね、全体的に近代性を少しずつ加味していくという、守るべきところはしっかり守ると、ドリブルはやるぞっていうのは譲れないんですよね、センタリングのボール、ヘディングでこうしましたがダメ、ここには誰も詰めていません。比較的その例えばセオリーで言うならば、ターゲットマン大きい選手を前に持ってきてポンとポストプレーをさせて、こぼれたところを突っ込むというようなことはないですね。あーっとどうだ、これチャンス、 FC ポルト、いいぞ、ディフェンスが2枚、ディフェンス、あー、これもったいない、もったいない、もったいない。今誰ですかね、ルイ・バラシュですかね、今インサイドキックが、逆モーションになってしまいましたよね。さあもう一度組み立て直しです。今のは惜しいチャンスでした。ルイ・ホルヘ、一旦戻してルイ・ホルヘ、もう一度ルイ・ホルヘに来た。いやー、じわりじわりと前に上がってまいります。さあどうでしょう、このスペース、いいスルーパス、チャンス、シュート、ああ前に詰まりながら、これブロビッチいけません。いや本人もちょっと情けなさそうな顔してますが、今のは絶妙なパスに見えましたよ。そうですね、中に出した方が良かったんじゃないですか。どうですかね、ちょっと、分かんないですけどね。ちょうどこう切れ込んでくる、いい前に来たようにも見えたんですよね。つんのめったまま打ってしまったというような、受け手側にまさか、半信半疑みたいなところもあったじゃないですかね。あったかもしれませんね。両チーム得点で37分が過ぎています。ここまでご覧になってどうですか。全くの互角変わりませんか。そうですね、互角ですね。そうですか。でもポルトはもうちょっと去年見た方が、時の方が良かったですよね。なるほど、こんなもんじゃない。ドニス、ドニス、まだ持っているドニス、あー、このアングルからドニス上げられるか。ドニス、センタリング、ヘディング、競って勝ったのはポルト、こぼれて、もう一度リバウンド、ノーホイッスルです。ノーホイッスル、アドバンテージを取りながらポルト、長いフィード前に行っています。これはキーパーだ。いち早くキーパーが抑えました。キーパーはでも迫力ありますね。はい、バンジック。バンジックね。さあもう一度、今度はドニス。今日右サイドのこの切り込みだけが唯一何か可能性を感じますよね。ドニスが絡みます。さあどうする？スルーパス。上がってヨルギアディス。ヘディングクリア。
ようやく形ができましたが、ヘディングでクリアしました。アロイージオ、アロイージオ。コーナーキックになります。残り時間が前半あと4分がありません、いや7分がありません。現在38分を回っています。今39分になりました。さあコーナーキック、ヨルギアです、エスヨルギアです。大きなカーブかかりました。ヘディング落としてチャンス、結構曲がりましたね。ものすごい曲がってドロップしましたね。あーまだ続いている、まだ続いている、まだ続いている。カット。さあどっちに出るか。エメルソン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 。さあエメルソン自身は前に上がります。エドミューソン。中央です。いいパス。途中でカットされました。今はハンド。アピールしてますね。これは取られません。いや。今の外に出した、誰ですかね。おしゃれでしたね今のパスは、はいはい、ボビー・ロブソンがうーんという風な感じで立ち上がりました。さあもう一度エメルソン、スイッチして今度はルイ・ホルヘ、あ狙いました、弾いた、危ない、いや思い切って打った左足強烈、ミドルシュートは弾丸、これキーパーのバンジック、ちょっと意表をつかれてる格好でね、意外な方向にボールが弾かれました。危ないですよこれ、いやボールが回転かかってないですから、危ない危ない、結構来てますね、来てますよ、いいシュートですね、いいシュートでした、強烈なシュート。さあ今度はコーナーキックになります。両チーム無得点で、今ポールと中に入れたボールクリア、ヘディング、もう一度ボレー、ああいうボールがね、たまに抜けて引っかかっちゃうときあるんですよね、前残りの選手の、さあもう一度今度はドロロビッチ、前に上がりません。残り時間が4分半、ちょっとハンド臭かったですけど、はい、プレーを流しています。すごいタックルだ。そして今ホイッスルはどっち、あボールはこれポルトボールです。10番同士ですね、はい、パウリーニョサントス、ポルトガルの代表マラゴスね、はい、そしてマラゴス、スピロスマラゴスと言います、はい、なるほど、ドルロビッチが絡んできたんですね、蹴りましたね、ただ単にそんな風に見えましたよね。さあいよいよこれポルトチャンスを掴んできますが、セクレタリオです。ちょっとセクレタリオ切れませんでしたね、はい、あー随分戻しますこれ、アロイージオ、もう一度前に持っていきます、あーっと最後はアポストラックス、スライディング及ばず、両チーム無得点です。ここはパナシナイコスのホームスタジアム、ギリシアアテネオリンピックスタジアムです。グループ A の第4節は前半42分になろうとしていますが、両チーム無得点、パナシナイコス、 FC ポルト、どちらも譲りません。セクレタリオ、ホルヘコスタ、あもう一度ポルトです。いやほとんど長いパスというのがありません。このショットパスをつないでドルロビッチ、スルーパスを送って間に合った、あオフサイド、その前にオフサイドですね、その前にオフサイドです、エドミルソンが、はいはい、ね、その前にオフサイドがありました。このキーパーは本当にあの杉山さんのお話のように迫力がありますね。怖そうですね。怖そうですね、はい、これはオフサイドです。完全に旗が上がりました。それにしてもオフサイドの少ない試合ですよね、うん、そうですね、バックラインの裏を作っているシーンがないですからね、ないですもんね、ほとんどないですもんね、オフサイドの数ご覧のようになっています。 FC ポルト3つ、パナシナイコス0、なかなかいい感じですよね、はい、ロングパスもほとんどないですね、ましてやサイドチェンジなんというのはほとんどありません、ロングクロスもありません。したがってショートパスとドリブルをなんともうまくこう噛み合わせてくるわけですね、うん、これハマると綺麗なんですよ、ね、そうですよ、去年スローダウンした攻撃、はい、ウェファーカップ準決勝でしたっけ、はいはいはい、行きましたよね、準々でしたっけ、そうでした、サンプと僕試合見たんですけどね、サンプより良かったですからね、良かったですか、ホームで負けちゃったんですよね、サンプに、うん、とにかく三大カップはこのところイタリア人が本当に優勢です、うん、イタリアのクラブチーム、さあ抜けたチャンス、センタリング、ああミスキック、これは完全にミスキック、最後これ
ドリスでしょ、打った瞬間もう頭をちょっと抱えましたね、手を挙げて。どうだったんでしょうね、直接ゴール狙ったのか、それとも巻いて逆サイドを狙いましたか。ちょっとねボールがね体の正面に出すぎましたよね、でまたあのカメラのアングルなんでしょうけども、ちょっと分かりづらいアングルで見せますんでね、角度が蹴る 角度がなかったっていうか、具合の悪いコースにボールが流れてきてしまった。もうちょっと、自分とゴールとの間に、角度がつけば蹴りやすかったんですけどね、今もうダイレクトで蹴るしかなかったですからね。そうですか、ボールのあった場所は悪くなかったんですけどね、流れてくるコースがちょっと良くなかったんですね。そうですか。さあ、随分このフィールドをワイドに使うようになりました、パナシナイコス。しかしボールは FC ポルトです。ポルトもこれなんとかしたい、なんとかいいチャンスがあったんですが、そして今エメルソン、エメルソン緩急をつけてきました、抜いていく、もったいない。これは強引に一人で突破しようとしたんですね。さあ今度はサイドを変えました、ロイ・ホルヘ。なかなかスラロームというより大回転ぐらいの感じですね。そうでしたね、セクレタリオ。さあ残り時間が少なくなってまいります。そして今、笛が鳴りましたね。前半が終わっています。杉山さん、一言この前半まとめていただけますか。難しいですね、ちょっと活気のない試合だったんですけれども、何か立ち上がりからずっと同じペースだったような感じがしませんか。そうですね、これがでも味じゃないですか。なるほどね、両チームの選手が戻ってまいります。ギリシャのパナシナイコス対ポルトガルの FC ポルト、グループへの第4節、前半が終わっています。両チーム無得点です。両チーム無得点でハーフタイムに入ります。そしてお知らせの後にその前半のハイライトシーンを振り返ります。Power and effortless performance like Fred Couples. Only one blends pinpoint control and the ability to read the terrain like Lee Trevino. Only one personifies endurance like Isawa Oki. Only one can play like this. Seville STS with the North Star system. The great performers are always creating a higher standard.ご紹介する商品はどんな匂いも消してしまう室内用脱臭清浄機ルームエアシス。オゾンとマイナスイオンを発生するルームエアシスはオゾンの力で部屋の嫌な匂いを化学分解して脱臭除菌、マイナスイオンの力で清々しい空気をよみがえらせます。タバコの煙やペットの匂い、ウイルス、バクテリア、カビの有害物質も酸化分解し脱臭除菌。タバコの煙もこのようにあっという間に消えてしまいます。フィルターや活性炭、消臭剤は使用していないので交換の手間もかかりません。またモーターやファンは使用していないのでとても静かです。今回ご紹介したルームエアシス、そのお値段は38,000円。お申し込みは今すぐ東京03-3437-2191。胃の調子が心配な時は食べる前にキャベツ。でもうっかり忘れちゃって朝にもたれやムカムカが残っちゃった人はしょうがないな。液キャベを1本グイッと飲んでください。胃腸にはキャベツーか液キャベ。コルゲンエアラインはちょっと見てください。風邪のウイルスが荒らした後の鼻水を止め、喉の腫れ、痛み、熱といった具合に風邪の症状をラインで治療してくれる、こういう風邪薬ができました。コルゲンエアライン。Welcome back everyone to match day 4. さてこれからハイライトシーンを振り返りますが、前半は両チーム無得点でした。まあ、杉山さん、はい、あまりこれはというような決定的なチャンスというのがありませんでしたよね。ボヨヨンとした試合でしたね。そうでしたね。その中でまずこのプレーをご覧いただきましょう。深いところ左サイド、ルイ・ホルヘ、最後はこれエドミューソンに合わせたんですがキーパーが取りました。今肘打ちをちょっと軽く
食らわしましたよね。はい、後頭部を抑えています、長身のバンズイック。さて今度はこの後のプレーです。ファーポストヘディングシュート、クロスバーの上、タイミングが良かったですね。そうですね、惜しくも外れています。ボビー・ロブソン監督です。これは前半の25分のファウル、ルイ・ホルヘ、これなんですがね、足を出しました。イエローカードをもらっています。ダメだよ君って感じですよね。うん、そんな感じでした。もうボールも見ずにただ後ろにそっと足を伸ばしただけで、今度これ前半の31分です。デミルソンのファウルですよね。はい、Here's their best chance. Off the free kick, blocked by the wall. Oh yeah, they're coming from deep. こちらラモン・ロージャさん。そしてこれ注目です、すごいシュートが飛び出したのはこの瞬間でした、ルイ・ホルヘ。前半の39分です。そうですね、これがなんか唯一そのね、ヒットしたシュートっていう感じがしましたね。これはでも急にリズムが変わりましたよね。これわずかに外れただけ、それまでドヨーンとしたリズムでしたからね、ここにスパーンときましたから、キーさんでした。はい、ハイライトシーンを振り返りました。ご覧のように両チーム無得点です。これから後半を迎えます。あなた大丈夫だよ。50まで3じゃなかったな。おい、豊かさを知る人の JCB ゴールドカード、おめでとう。私はずっと JCB です。オペル、私の楽しみ。オペル、私の喜び。オペル、私のドイツ車。その走りは世界中の人々に。国境を越えて愛される車、さまざまな国の人々のニーズに応え、さまざまな道を走っています。 Yes, オペル。さあこれから後半を迎えます。ずいぶん入りました、ギリシャアテネオリンピックスタジアムです。これは前半のそのデータをまとめたもの、パナシナイコスこうやってみますと 48% のボール支配率、はい、だいぶ挽回しましたね。そうですね、後半に来ましたね。最初40対60でしたからね、はい、これファールの数が際立っているのは FC ポルトです。イエローが良かったですね、あれがね、はい、ルイ・ホルヘでした、はい。さあこれから後半を迎えますが、杉山さん、はい、あの前半を見ていて今度の後半、うん、何を期待されますか。まあ急激なリズムチェンジは難しいと思うんですよ、うん、またなんていうんですかね、はい、このスローペースの、試合展開になると思うんですが、なるほど、まあでも、はい、それを退屈と言わずにですね、それがサッカーなんだと、うん、やっぱりこういう対決は滅多に見ることができませんので ね、やっぱり退屈と言わずに、はい、最後まで見ていただきたいですね、じっくりと。今の順位が出ていますが、ご覧のようにパナシナイコスが勝ち点が6、 FC ポルトが4で1位2位となっていますが、まあ
この後ナントが控えてますのでまだまだ分かりませんがね。3組じゃないですか。あ、ポルト、パナシナイコス、ナント、はいね、変わって入ったアールボルグはちょっと分がないかもしれませんね、はい、ね、いずれにしましても本当にこればかりは分かりません、はい、分かんないですね。あの故障者も出ますしね、はい、ポイント3ですからね、うん、勝ち点が。そういえば杉山さん、今でもね、はい、昨シーズン あのチャンピオンズリーグ そのミランと、はい、要するにアヤックスの対戦後、はいはい、イタリアの人たちは、はい、サビチェビッチさえいればミランが勝ったのに、うん、今でも言ってるそうです。そうです ねその意味では分かりませんもんね、故障者が出たりね、うん、分かんないですよ ねやってみないと分かんないですからね。まさにそうですよね、対戦あまりしたことのないチームがぶつかるわけですから、そうですね、噛み合わないというケースもあるわけです、同じカードを次にいつ見れるかっていうのは分かんないですよね。そしてあのチーム状況というのはなんかこう波のようにいわゆるいい時と悪い時が繰り返されまして、いい時にたまたまこの必ずチャンピオンズリーグが挟まる時があるんですね。そうですね、それとあと、はい、そのリーグ戦の間にやってるってこともありますんでね、はい、確かにそうですね、その辺の流れっていうんですかね、微妙に影響すると思いますよね、はい、おそらく各リーグ戦そうでしょう。まずリーグ戦がある、そしておそらくあのカップ戦などもある、それからこの三大リーグのうちの一つの何かが入っている。そうですね、これはハードスケジュールですよね。だいたい2週間に一度の水曜日っていうのがチャンピオンズリーグのパターンですよね、はいはい、そして考えてみればその3週間ですか、ユーロ96の予選があるわけですから、それも挟みながらですからね、すごい忙しいですね、さあ両チームのメンバーが現れました。まずはこの青と白ブルーホワイトの縦縞は FC ポルトです。バックの文字がギリシャっぽい、ギリシャっぽいですね、あの門も私はちょっとギリシャっぽいなって気もしたんですがね。そしてパナシナイコスはこのグリーン緑のユニフォームです。私はあのアテネという街はまだ行ったことないんですが、はい、やはり教科書で見るような、うん、あの古代遺跡のような ああいう建物がこう散乱していると言いますか、散乱していると言いますか、行こうと思えばすぐに見れる。なるほど、このスタジアムの作りはそんな感じではないんですね。全然違います。全然違いますか。本当 あのオリンピックスタジアムっていうのは、遺跡として、遺跡っていうんですか、あの見物用に残ってるんですけど、なるほど、そこはもう何て言うんですかね、妙な形をしたトラックでですね、はい、小さいですよね、もう 400m なんか全然ないんですよ、本当にここでやったんだろうってかっていう、もうなんて言うんですかね、コロシアムっていうんですかね、なるほど、ちょうですよね、はい、後半の45分が始まっています、まあ、これ先入観とでも言うんでしょうか、私どもはギリシャの建物は全てあのエンタシスという柱でできていてなんていう感じがあるんですが、いやだからあの本当のオリンピックスタジアムはそうなんですよ、そうですか、それに近い何年か経つとそうなるんだろうなっていう建物なんですよ、全部大理石ですからね。さあエンドが変わっています。今ポルトがボールを支配していますが、左にエンドを取りましたアウェイポルト、右にエンドを取っているのがパナシナイコス、グリーンのユニフォームです。両チーム無得点ながら強烈なシュートはポルトにありました、ルイ・ホルヘのあの左足のシュート。パナシナイコスがほとんど攻める部分がありません。したがってハイライトシーンを見ましてもね、これという瞬間がなかったですね、そうですね、これで、まあ、確かにアウェイで勝ってるんで、はい、ここは引き上げでも OK みたいな戦いなんですけれども、そこをちゃんとホームでやってしまうところがね、ギリシャっぽいっていうか、なるほどね、控えめというか、分をわきまえてるっていうんですかね、はい、よくわからないですけど、普通これホームでこれだけお客さん前に入りましたら、はい、もう攻めなければ、まあ、勝てばね、勝ち点3が入ってくるんですから、まあ、考えるうちはでも攻めるということはリスクも背負うわけですから、ね、ひょっとしたらこのギリシャの戦い方というのは堅実な、そうですね、それかまあポルト勝ち点を取りに来てるというか、ポルトが強い相手なんじゃないかっていうのが逆にそれで言い争いられると思うんですけれどもね、よくまあ杉山さん、あのスタイル的にちょっとあまり違ってミスマッチがあるのではないかっていう話があるんですが、今日のスタイルは噛み合ってるようですね、しかしね、そうですね、両チームともに味を出しています。でもポルトもやっぱり、もう少しですね、はい、激しくやってくるチームっていうんですかね、例えば、まあ、去年のサンプドリア戦なんかもそうなんですけど、ああいうチームでやった方がやりやすいんですよね、そういうのがあるのかもしれませんね、のらりくらりですからね、
基本的にドリブルものらりくらりなんですよね、はい、で大男の裏を突くっていうのはですね、まあ、そのドリブルの威力が発揮される時っていうのはそういう時だと思うんですけれども、はい、なんかこう相手も豆腐のようなこんにゃくのような、このチームでですね、はい、ちょっと取り尽くし間がないっていうとなんですけれども、ちょっとね、うん、なんかあのぬか肉味じゃないですけど、ね、はい、なんかその意味でちょっとやりづらそう、マルコス倒れました。プレーはついています。ヨルギアディス一旦戻します。そして体勢整えます、はい、特に今日はあのドミンゴス9番ですか、まあ、ポルトガル代表でも、はい、あのポルトガル代表だとトップに近い、まあ、ここと同じような形でやってるんですけど、はい、ワントップ気味ですよね、ちょっと ね生きてこないですよね、あまりボールが供給されませんもんね、彼はボール前で変化に飛んだね、はい、あのステップとかあのボールの受け方とかできるんですけど、今日はそこでのプレーがまだ見えてないですよね、はい、むしろ一番可能性を感じるのは左サイドのドルロビッチ、うん、そうですね、はい、それからルイ・ホルフェのオーバーラップ、そうですね、この辺りですかね。さあこの人はヨルギョス・ H ・ヨルギアディス、なんともギリシャ的な名前です。さあどうだ、あーっとボレリーボレリー、あー惜しい、どこで打つかと思いましたが下がりながら打ちました。このシュートわずかに外れています。ボレリー今のはマラゴスが随分ためを作りました。あー際どいところですよ、かなり際どいところ。さあこれで目覚めましたか、パナシナイコス目覚めましたか。 H ヨルギアディス、あーっとイエローカードが出されました。エド・ミューソンですね。そうです、今のプレイでこのエド・ミューソンイエローカードが出されています。まあ、でもこの大会はね、あんまりイエローをもらわない方がいいんですよね、はい、まあ、この大会はっていうんですか、あの持ち越しになりますからね。そうなんです、去年アヤックスが良かったのもね、あのイエローが少なかったんですよね。そうなんですよ、それがあったんですね。プレーはできるだけ綺麗にやりたいですよね、はい、マラゴス、これありません。あ、途中でカットしました。よく戻りました。足をスッと伸ばしました。スローイン。でもアヤックスの本当好感が持てるところはファールしないで取る技術がありますよね。ありますね、はい、そのあたりは大したもんですね。そうですね、あとファールのね、なんていうんですか、リスクをよく心得てますよね、はい、ファール並びにイエローカードですよね。あと杉山さんにお聞きしたかったのはね、はい、アヤックスがまあ3トップを組んでます、はいはい、でその意味で今シーズン例えばイタリアにしてもどこにしても3トップというのが一つのブームになったんです、うん、そうですね、それは決してしかしうまく機能しなかったっていうのもまたこれ共通してる、ね、ミランもそうでした。やっぱりね3トップにするとね、中盤が薄くなるんですよ、ちょっとプレスが効かないんですよ。あで、まあ、あの確かにユーベの、まあ、3トップじゃないですけども、ラボネッリ、デルピエロ、そしてあのビアリ、そうですね、はい、あの確かによく守備するんですけれども、やっぱり中盤がね薄くなりますよね。中盤が4枚いた方がユーベなんかは、ね、いいですよね。その意味でしかしアヤックスの成功というのは何に気にするんですか。やっぱり中盤4人いますよね、はい、3トップでなおかつ中盤4人でしょ、はい、うん、でバックライン3人、はい、でグラウンドに均等に散ってるんですよ選手が、ですからあのなんていうんですか、攻撃的に3人置いてるんじゃなくて、はい、もうグラウンドの真ん中で守備をしようということで、うん、あの3人置いてるわけですし、なるほど ね、だから3人置けば攻撃的かっていうとそうでもないんですよ、ないんですね、うん、むしろあのスペースがなくてこう行き詰まってるんですよね。そうなんですよ、だからなんていうんですかね、はい、うん、中盤ですよね、もう中盤のどの位置でボールが取れるかっていうところでしょう、はい、できるだけ高い位置でボール取りたいんですよ。なるほど、で3人フォワードにいるとそこのラインをクリアされてしまうと、はい、第2列 の中盤の数がちょっと減っちゃいますんでね、で後ろにバックライン4人でしょ、はい、中盤が薄くなっちゃうんですよね、ゾーンプレスっていうんですか、囲い込みが効きにくくなってしまう、いうふうに僕は見てるんですけど、あくまでも僕はですって、それが 100% 正しいかどうか分かりません。いいえ、しかしなんとなくその3トップ人気にちょっと今陰りがありました、うん、多いですよね最近、多いんですよね、でかといってウィングシステムじゃないでしょ、はい、中盤に固まってしまう時もあるんですよ、はい、
この両チームは全く違います、はい、今日はポルトの場合にはドミンゴスがワントップ気味に前にいます。さあどうでしょう。ああこれはペナルティーエリア内に入りましたか。ダメ。一方のパナシナイコスはこれ2トップ気味にドニスとバルゼヒア。さあ上がってまいります。右サイドからいやいいパスが出た。ルックアップして中にいる。途中でカット。最後はアロイージオの足。さあ今度は逆襲 FC ポルト。結果オーライでパスがつながっています。長い初めてロングクロスを見ました。裏を突きにかかる。合わない。しかしこういう攻撃をもっと多用すればいいのではないかと思いますがね。言われたんじゃないですか。ああそうかもしれません。最後エデミューソン合いませんでした。しかしいい展開です。攻守の切り替えが早くなりましたもんね。ちょっと活気が出てきました、ね、はい。前半はこうではなかったですもんね。やればできるんですよ、はい。ボレーリから右サイドに行きました。さあどうする。ヨルギアディス中に入れました。途中でカット。はい、いつ良くなるかわからないというか、はい、エンジンがかかってくるか。やろうと思えばできるっていうかね、あえてスローペースでやってるとかですね、むしろ最初はディフェンシブに行こうとか、ね、分からないんですよ。分かんないところですよ ね、日本人のなんか感覚にはね、引っかかってこないんですよね、はい。まあ、とにかく90分ゲームですからね、勝てばいいわけで。今のもうまいですよね、はい。エドミューソンにはいません。4番の選手ヨルギアです。ラモン・ローチャコーナーキック。あかなり遠面になりました。ここはいませんが、コーナーキックもう1本になります。ちょっと頭の角度が悪かったですね、はい。ちょうどあれはなんかフライをミスキャッチしたみたいな感じですね。あそんな感じでしたね、ファールフライ落としてしまったみたいな、はい、あーっていう感じでね。さあどうだ。マラシナイコス、マルコス、はい、コーナーキックは行きませんでした。ようやくしかし何かこう決め手が見つかってきたようなそんな感じがあります。前半にはない攻守の切り替えが見えています。少しロングパスを多用してきました。この人は持ちます。一旦下げる。 FC ポルト、アロイージオ前に持っていきました。ドルロビッチ、ああボール取られて、これドニス。そうですね、はい。両チーム無得点変わりません。ルイ・ホルヘ、さあポストラキス、いいボールか。うーん、そのままキーパーです。That's a dangerous decision to make inside your box at any time, especially when it's chest coming down high. You move those arms. おっと、チェックに遭いました。エドミューソン。ボビー・ロブソン監督もちょっと立ち上がり、そしてまたベンチに座りました。セクレタリオ。戻して、この人がホルヘ・コスタ。ポルトガルの代表。さらにはアロイージオ。さあ、これからゆっくりとエメルソンです。パスを送ります。ルイ・バロシですね。はい。ルイ・バロシ。ラいた。ヘディング。ルイバロシからのパス、そしてヘディングで落としてチャンスか。ダメ。体をすって入れましたのがマルコス。体の入れ方うまかったですね。うまいですね。何気ないんですよね。体的動作うまいですね。はい。さあどうする。ここまで近づきましたセクレタリオ。あっと。大丈夫。パリューニョサントス、こぼれてシュート、打てない。どうしたどうした。そしてシュート。ドミンゴスですか。今わざと倒れちゃいましたよね、 PK もらいの。あそうですか、主審はそれは取りません。いやしかしこれ杉山さん決定的でしたね。決定的ですよ。打っちゃえばよかった、打っちゃえばよかった。今これバルズヒアですが、これパルニョさんとシュートを弾いて、これなんですけど、もったいないのはドミンゴス。
あ、ドビンゴスに当たっちゃったんだ、その後のシュートも。本当ですね。あ、ちょっと今日は当たってませんね。当たってません。このファンブルしたボールをドミンゴス、ここで倒れてしまいました。押し込んでもよかったんですが、まあ、自分で行けば入りましたね。はい、そんな感じがしました。まあ、倒れるって手もあるんですけれども、倒れるにしちゃ、そしてペナルティエリア内でわざと倒れるという行為に関しては審判かなりチェックしてますんでね。そうですね。だから手にね、本当に引っかかって引っかかるように倒れればね、もらえると思うんですけれども、はい、それでもね、はい、でも今は普通にシュート打ったら入ったそうなんですよね。何も無理することなかったですよね。はい、チャンスでした FC ポルト。多分今日乗ってないから それが出ちゃったんじゃないですかね。はい、セクレタリオからシュート、遠目からしかありません。エメルソン開いて、さあどうしよう、これエドミオソン倒されました。これはファールですね。あ、イエローですね。誰でしょうか。いやいや、オーストラックス。違います、ね、ヨルギアディスですね。ちょっとすごいですね。はい、顔がなんか今丸そうでしたね。悪そうでした。あ、途中経過が出てますね。これは高い場の途中経過で、まあ、なんとなどの経過が入っています。僕はこの時グラスホッパーとアヤックスにいたんですけどね。そうですか、はい、チューリヒにいたんですけど、どうでした向こうのムードは。うん、最高でしたね。そうですか、いい試合だったんですよこれ、または中継する機会があるかもしれませんね。これどこへ見に行くかっていうのもね、もう大切なポイントですよね。はい、スルー。どの試合を選択するか、面白いです。いいのにハマるとバッチリなんですが、決して先ほども、まあね、杉山さん言っておりました、ビッグネーム同士がいい試合になるわけじゃない、意外な広いものがあると。そうなんです。ああ、それにしても今一つ前のプレーですが、いいセンタリングがあってスルーしてチャンスでしたかね。もうなんか前半とは打って変わって打ち勝ちですよね。ゴール前ずいぶんスリリングなそういうシーンがあります。さあメンバー、これスタンバイしているのはパナシナイコス。でもこうやって前半と後半とやり方変えられるっていうのはいいですよね。いいですね、こういうのもね、だからつまんない試合っていう一口に言ってしまえばそれまでなのかもしれないですけど、現場で見てるとまた、ね、全然違うんですよ ね、 ただまあ杉山さん、はい、ヨーロッパ三大カップの中でも最も権威あるこの試合ですから、面白いでしょうね。やはり味方ですよ ね、どのチームを実力チームなんですから、やっぱり、ね、ぜひ、ね、現場に行ってみることですよこれは、何かこう肌で感じるものがきっとありますよね。ヨルギアです。先ほどはイエローカードをもらいました。あーっと、落としてダメ、落ち着いてますね。アロイジオ、はい、やっぱブラジル人のセンターバックっていいですね。はい、さあ今度は逆シャウウシュー取られました、エメルソン。でこのあっとっとギリシャにしましてもね、こうギリシャですよね。はい、アテネですよね。アテネです。ですから試合つまらなくてもね、別にさっき言ったような、お楽しみいっぱいあるわけですから、そうはないと、そうはないんです、はい、だからサッカーを見て見に行くと、プラスアルファって必ずあるんですよ、社会科見学になりますよね、はい、その意味では本当付加価値が大きいですね、大きいですよ。国民が分かり、遺跡が分かり、民族が分かり、そしてそのサッカー熱が分かりね、だからこのサッカーが生まれてくるんだっていう、はい、あー、これはチャンス、パンチングで逃れて、そしてようやくエメルソン looking for the ball, getting help. Jersey Colbert, it should be a card. バンジックとルイバロシですか、はい、飛び込んでいったの。そうですね。大きさに違いがありましたもんね。いやー、しかしキーパーのバンジが強い。ルイバロシですね、やはりね。先ほど飛び込んだらね。さあこの位置からになります。どうでしょうか、アロイジオか、それともですね、あるいは近づいてパリューニオサントスアウト。ここでこっちに出すのがいいですね、なかなか。そうですね、はい、ちょっと意表つきますね、しかしね。ゴールに向かっていかないところがなかなか、あー、シュート、
これはしかし遠目から行きましたんで、メルソン。今のフリーキック見たことありますよ。あのポジションであっちに珍しいですね。私も意表疲れましたね。それを見るだけでもちょっとした驚きなんですよね。カルチャーショックと言いますか。まさかこういうようなこともあるのかというね。何を考えてるんだろうねと思いますよね。そうですね。結局わかんないんですよ。わかりませんね。ただサッカーには当然正解がないわけですから。これがうまくいけばオールオッケーです。素晴らしいアイデアだったわけなら、ね、相手の気を、ね、反らせておいてっていう作戦かもしれないですけど、しかし後半のここまでをご覧になって杉山さんどんな印象ですか。そうですね、やっぱり両方とも試合を動かしたいんでしょうね。うん、何かしてきてましたね、してきますね。このままでは終わりたくないんですよね。はい、スタジアム盛り上がってきましたね。ましたね。昨シーズンの影響あってでも確かしかしこんな試合ぶりでしたよね。そうです、そうです。何か共通してますね、やはりね。ミランあたりがなかなか点が取れなかったんですよ。確かね、あの時はね、アテネに2対1とか、そうでしたよ、結構いい試合やってましたね。1対0とかね、なんとか取ったというね。でもですかね、期待を裏切る戦いぶりにね、相手の気もそがれてしまうというね、気がしませんでした。しました、なんとなくしました。あれも作戦じゃないですかね。なんとなくやる気のない雰囲気を見せると、そう、正面からガチンとぶつからないんですね。ちょっと端に構えてね、僕たちは本気じゃないんだからっていう雰囲気で、それでいてこうチャンス抜けなく狙ってますからね。アロイージョです。アロイージョがボールを支配しています。ボーリブル一旦開きます。アロイージョ前に行きません。そして今これ、あーっとちょっとポジション重なりました。ボールを取ったらパナシナイコス後ろからすくいます。どうでしょう、まだ落ち着きません。大丈夫か、バルジヒア慌てませんよね。そしてもう一度パナシナイコス前に持ってくる。ダメ、アロイージョ。それで、はい、今でも、はい、ボレーでしたっけ、のプレーなんかでもですね、はい、慌てませんよね。そうですね、でダメだと思ったらすぐ後ろ向くっていうですね、はい、姿勢もいいですよね。メルソン、なんかね、まあ、あまり比べたくはないんですけど、日本の選手なんかはなんか前に行っちゃおう行っちゃおうっていう感じがありますよね。一回ボール取ったらとにかく前に突き進みたいみたいなところがあるじゃないですか、はい、振り返りたくないっていうところがあるじゃないですか、はい、少しでも前へ、一歩でも前へっていうね。そうなんですよ、でも平気で振り返っちゃいますからね、この人たち。そうなんですね。これはパナシナイコスボール。95-96 のチャンピオンズリーグ、11月の1日に行われています。グループ A の第4節、ギリシャアテネオリンピックスタジアムのパナシナイコス対 FC ポルトの一戦です。まだ点が入りません。後半の手元の時計では19分を過ぎています。前半とはしかし打って変わりまして、ずいぶんスリリングな展開になりました。先ほどからこのカット多いんですか。そうですね、私も気にはなってるんですが、まあ、手元にちょっと詳しい情報が入りません。何かしらこう用心なんでしょうね。そうですね。さあパスがつながりましたか。あ、厳しいチェックはここの段階ではありません。したがってこれフリーになっているんで、いいパスが供給できそうです。ドリブルで上がる。さあどうする。ああ、このパスはもったいない。ヨルギアディス、今完全に蓋をされましたんで出しどころがありませんでした。まあこれは杉山さんにぜひ伺いたいんですが、はい、当然ホームアンダーウェイ、アウェイのチームのサポーターというのはこういう会場ではやはり小さくなってるんですね。いや頑張ってます。頑張ってますか、頑張ってますか。で、ね、まあさっきの話の延長上なんですけども、サポーターはアテネに行きたいんですよ。はは、移籍が多いじゃないですか、だからポルトのファンにとっては、はい、嬉しいんじゃないですか。これを機会にね、昨年 の、はい、チャンピオンズリーグの決勝ですか、バルセロナのファンも、はい、ミラノのファンも、はい、エンゲ海クルーズみんな両方で出かけてましたからね。そうです、試合の前は。なるほど、それで船の上からお互い手を振ったりしてましてね。ね、そんな和やかな雰囲気なんですか。そうなんですよ。
基本的にまあお金が少しある人たちが、優雅にね、まあこれクラブチーム同士とはいえやはり当然のことながらチャンピオンズリーグですので、やはりその国同士の意思をかけた戦いでもあるわけですよね。ナショナルフラッグがよく見られてますよね。そうですね、メンバーチェンジですね。バナーシナイコスはこれボレーに代わってカプラニスです。カプラニスが入りそうです。12番をつけました。今カプラニスが入ります。今カプラニスが入りました。代表ですよね。そうですね、カプラニス。さあこの位置からチャンスです。壁は5枚、どうする。かなり大きい。パウリーニョ・サントスですか今。はい、10番をつけました、はい、パウリーニョ・サントス。ちょっとかなり大きめのシュートになりました。今日キーパーのバンズイクが目立っています。そうですね、はい、これちょっと手元に身長体重ないんですか。なり大きいですね、かなり大きいですね。ボールが、バーが低く見えますね、はい、そして前へのダッシュがかなり勇敢ですね、この人はね、さあ、またユニフォームのサントス、黒がよく見えますよね。強いチームのキーパーはどこもそうですが、やはりしっかりしてますよね。いいですね、黒が似合うキーパー。はい、さあスローインです。パルニーニョ・サントス、入れたボールは、あ、面白い面白い。今ドローリッチですか、入れたのは。はい、合わなかったですが、今のまだボールを持っています。セクレタリオ、あ、遠目からしかしこれ果敢に狙ってきました FC ポルト。さあどうだ、1点して100チャンス。エドミューソン中に、ない入らない入らない。いや、このアングルのしかしカメラワークはちょっと目が回りますね。これあっと足をかけられました。倒れたのはエドミューソン。はい、はい、まあ各国ともいろんな中継の仕方があるんですが、チャンピオンズリーグのこのカメラワークもまた独特でありまして、特に今のようにね、かなりゆらりゆらりきますとね、臨場感もあるんですがちょっと目が回りますね。そうですね、さあこれファールの数になりました。前半は圧倒的に多かったファールの数 FC ポルト。さあこれチャンスです。ルイ・ホルヘ、あ、違う、ドルロビッチ、お、まだ生きてるか。あー、いきません。プッシングですね。コスタですか今、あのようですね、はい、さあその黒が似合うというふうに杉山さんから評価をもらいました。バンジックかなり大きい選手です。かなり大きいですよね。大きい、かなり大きいですね。頭2つ分ぐらい出てますもんね、はい、まあ、大きくて足技もねそんなに苦手そうではないですよね。はい、話変わっちゃいますけど、ナイクスの、はい、ファンデルサールは足前ですからね、前聞きましたが17歳か18歳までフォワードやってたそうですよね。あ、そうですか、はい、あ、そうですか。アマチュア時代はフォワードだったらしいですよ。あ、そうですか、まあでもこれからそういう選手がね、キーパーやっていくんじゃないですか。それで一定性が大きくてね、そこから鍛えていけば大丈夫なんじゃないですかね。どうなんでしょうね。しかしそれは足にまず技術があるってのが大きいですね、うん、彼はもうスイーパーですからね、スリーバックの後ろで構える、はい、はい、さあパスがつながってまいりました。ホルヘコスター、両チーム無得点です。70分だから、はい、キーパーの足の技術がある、あるなし、はい、ものすごい、なんていうんですかね、大きいですよね。大きいですね、武器になりますよね、はい、ヨルギアディス取られました。それからカンポスのようなキーパーというのもこれから出てくるかもしれませんね。そうですね、体はないんですが、うん、果敢なポジショニングやら、そうですよ、だから足技、グラウンド内に占める、こうなんていうんですかね、はい、大きさ、いわゆる大きさっていうんですか、高さじゃなくて、はい、存在感ですよね、まあ、結局背が低くてもそれを補う何かがあれば、うん、大き存在感としては同じですからね、はい、
You know, you can kind of tell from there that most of the possession 大きくても一歩も動けないんじゃしょうがないですからね。そうですね。エドミルソン。ああ、どうも前に行きません。パナシナイコス、ボールを奪いましたが、なかなか前に攻められない。カプラニスが入っています、パナシナイコス。ボレーリがすでに姿を消していますが。バルズィアヒア。さあ、そしてうまく上がっていきました。どうするシュートまでいくかちょっと躊躇した分もったいないワンテンポずれました。まあでもよく上がってきましたけどね、はい、攻撃になんかやっぱり人数足りないんじゃないかなって気はしませんか。そうですね、私もそんな気がしました。そして今のもしシュートを放つならもうワンテンポ前じゃないかっていう気がしますね。今センタリングだと思うんですけどね。そうですか。今エメルソンからのボール、でも途中までシュートも打てそうな雰囲気でしたよね。そうでしたね。しかし緩急で言うならばこのところ球を使ってきてます。かなりスピードアップして倒れた選手はエドミューソン。エドミューソン倒されました。今日はこのエドミューソンが随分倒れるシーンがあります。どこを打ちましたか。ちょっとでもエドミューソン、はい、彼周りとの呼吸が良くないですよね。そうですね、割と孤立傾向に何でもありますよね、はい、今これカプラニスですね。鈴木ですよ。鈴木ですね。さあポルト1点追いたいところですというのは両チーム無得点ですが、あの前節で負けております。パナシナイコスに1セルと負けているポルト、なんとしてもアウェイですが勝ちたいところです。スペースのないところはボールを取っていい格好で出ました。よしポルト、まだシュート打てないか。シュートレンジ一旦はシュート体勢に入りましたがダメ。一旦開いて、さあエドミューソン、マークしたい、かわしていく、あダメ、コーナーキック。外から行きましたね。中行ってもよかったと思うんですけどね。切り返しに入ってと思ったんじゃないですかね。中の方が空いてませんでした。空いてました、コーナーキックの数は FC ポルト最初のコーナーキックです。後半です。ヘディング、クリアしたのこれ勝ったのはパナシナイコス。ルイホルヘ。パナシナイコス。アポストラキス。でもポルトの方が、はい、点が欲しそうなムードですよね。やっぱりね。ね、やっぱりチェックに高めの位置でボールが取れるようになってますよね。パナシナイコスはどうもあの点を取る意識よりも守る意識の方が強いようですね。そうですね。攻めないってわけじゃないんですけど、さっきのあれ彼はドニスでしたっけ。はい、シュートありましたよね、はい、センタリング、はい、やっぱりシュートにしてほしいんでしょうね、うん、センタリングしたんじゃ人いないよっていうサッカーですよね。そうでしたね。行ったら行ってこいみたいな感じですよね、この攻め上がり方もつまりこのディフェンスをもケアしながらの上がり方のように見えるんですよね。そうですね、ここはあまりリスクを背負わない、つまり守りにかなり人数を割いての攻め上がりです。今でもファールで助かりましたね。はい、エメルソン、誰もサポートいなかったですね。いなかったですね。サイドバックのサポートが遅れちゃいましたからね。はい、この人はドニス代表です。ちょっとだからエメルソンは逆に言えばファールしない方が良かったのかもしれないですね、うん、そうですね、もうすでにパナシナイコスアルゼンチン代表のボレーリがおりません。カプラニスが入っています。あー、うまく入ってきた。チャンスシュート、早い振り抜きの早いシュート。今のはしかしゴールの右に外れましたが良かったですよ。です、ね、バルディア、はい、これはいいシュートでした。代表ですよね、これ。代表ですね、ポーランド代表バルディア。さあ残り時間があと15分です。まだ時間が十分あります。パウリーニ・サントス、動きの量がないですよね。はい、セクレタリー、この時に散らした方がいいんですよ、ね、ホルヘ・コスタ、バロイージオ、もう一度パウリーニ・サントス。さあどう攻めていきますか。セクレタリオ、アロイージ、うん、あーっと危ない危ない、大丈夫、まあ取られないでしょう。はい、パウリーニョ・サントス、セクレタリオ。いやー、しかし
ちょっと私どもの感覚だとどうするのかなっていうね、うん、でもあれだけ回せる技術ですよね。それは素晴らしいです ね、やっぱりブームが出るっていうことは、はい、そのプレーはやるなってことですよね、うん、でもまあそこをやってしまうっていうんですかね、うん、まあ、ポルトも勝ちたいんでしょうけれども、はい、まあまだ引き分けでもいいんですよね、ここはね。しかし場内が全部燃えてますね、これ。そうですね、さあ両チーム無得点です。ポストになって、あ、随分発煙筒を回しながら、これはおそらくあのギリシャのパナシナイコスのファンですが、11番この人ドニス、そして10番がマラゴス、スピロス・マラゴス。ワールドカップで出ていたギリシャのナショナルメンバーとしては、このマラゴス、はい、あるいはコリツダキス、この辺りがいました、はい、それからアポストラキス、この辺りもそうです。2番ですね。そうですね、はい。さあ長いボール、落として、あー、いない。足早いですね。おー、痛い。一瞬早くセクレタリオタッチ終わりました。今のスライディングがすごかったですね、はい、滑りましたね。迫力ですね。さあこのボールグラウンドは途中でカット。とにかくヨーロッパと一口に言いますが、うん、あ、国々の間では随分やはりスタイルが違うんだなっていうのは、これチャンピオンズリーグ見ると分かりますね、うん、そうですね。あのヨーロッパの塊っていうんですか、はい、アメリカより小さいかなって気はしますよね、うん、あの実際動いてまして、はい、どこへでもまあ2時間ぐらいで行けるじゃないですか、はい、でまあ、ギリシャに行っても、まあ、遠い方なんですけど、それでも3時間ですよね、うん、はい、アメリカ大陸と比べるとだいぶ違いますからね。そうですよね。で、まあ、それそういうコンパクトな中にですね、うん、本当に個性色とりどりっていうんですかね、はい、うん、色がみんな違いますよね、そしてまあこれもまた杉山さんに伺いたいなと思ってたんですが、うん、この民族があるいは国の習慣やら文化やらがそのサッカーのスタイルを築いていく。そうですね。この説はどうですか。そうですね。そうですか。うん、まあ、如実に現れると言いますかね。そうですね。例えばよくあの言われるのに、日本人の特性を生かした日本スタイル、うん、つまり勤勉で、うん、スタイルに忠実で、うん、というのは何かこうありますが、うん、ただ勤勉で忠実なっていうんですかね、まあ、それは確かにいいんですけれども、うん、メンバーの交代が入りました。どちらかというと、はい、その裏腹にですね、責任回避っていうんですかね、あ、そういうのも、ね、ちょっと見え隠れするんですよね。やはりギリシャはギリシャらしく、そしてポルトガルはポルトガルらしいチームが生まれるんでしょうか。さあこのボールどうだ、ちょこんと中に入れてヘディングセット、ね、最後これエドミューソンがドンと疲れてなんだかなっていうような表情ですがね、その前にメンバーの交代でビーノが入っています、はい、ビーノがルイバロシに変わっています、はい、ルイバロシは沈みましたね、ちょっとお疲れ様という感じで、はい、年ですからね。あ、そうですね、はい、ルイバロシね、はい、ビーノに変わっています。30半ばですね。あ、そうですね、この1という数字はオフサイドの数、FC ポルト。オフサイド少ないですよね。少ないですね。そういうシーンがほとんどありません。相手の裏に走り込むなんてことは絶対しませんよね。はい。守りを見ておりましても、これ一人必ず残ってますから、基本的にはね、オフサイドトラップなどというのもないんでしょう、これね。まあこれテレビカメラも、まあ割と局部を映すんでね、はい、ちょっと分かりづらいんですよね。ですけど、バックラインとトップの距離は結構長いんじゃないですか、これですね。あーっと、押しました、押しました。And really, when you have a packed defense like this, the only way you can defeat them is to try to lob the ball in and hope that somebody will rise to it. And it looked like that's what they were going to do on the free kick. And perhaps that's the reason why they've taken Barras out and putting on Bino. Bino would have a World Cup championship under 16. I mean, he's a...マラゴスを経由してもう一度戻します。ウズニです。どうする、アポストラキス、ドニス、
残り時間が少なくなってまいりました。もうあと10分がありません。そうですね、はい、両監督ともに何とかしようと手を打っているわけなんですが、スコアの方は動きません。さあポルト、ポルト、ポルト、あーこれはパスの正確性がちょっと欠けています。決してあの精度の高いパスを組み立てないですね。あとあれですね、意思の疎通ですよね、今セントリング、チャンス、クリア、いわゆるあのアイコンタクトがあれば今の、はい、あの取らないパスじゃないと思うんですよ。逆にバックラインを下げたパス、あのディフェンダーを下げたパスという見方もできるわけですけども、この選手はホルヘコスタです。そしてイエローカードが出されたのは、ホルヘコスタですね。ホルヘコスタですね。はい。ちょっといかついタイプですね。はい。これで3枚出されました。ポルト、ルイ・ホルヘ、エドミューソン、さらにはホルヘコスタです。アポストラキスです。31歳の選手、結構強いキックでしたね、はい、カプラニス、もう一度カプラニス、あーこのスペースのないところにパスをつないでまいります。ポリツダキス、こういうようなパス回しで、まあ、これからディフェンスをちょっと穴を探していくわけなんですが、なんとも時間をかけてまいります。これヘディングで戻しました、はい、何かしらこの会場のブーイングも今のこの試合の運び方に ね不安を持ってるんでしょう。今度はポルト、38分、残り時間7分、アロイージオ、どうする、ホルヘコスター、もうすでにあのグループ A の第4節で、いや第3節で FC ポルトはパラシナイコスに負けています。したがって今日勝ちたい試合、上がっていく、上がっていく、スルーパス、チャンス、まんま流れました。今のは、まあ、はい、2パスが通ればね、まあ、ああいうプレーをするのがドミンゴスなんですけれども、はい、ちょっと今日はスルーパスを受けたり、はい、そこで1人をかわしたりとかっていうプレーがないですよね、うん、さあチャンスになりますか。マルコス、右からポーンと中に入れました。ヘディングクリア、チャンスはまだ続く、競ってノーホイッスルです、プレイオンです。いやー混戦の中になりました。確かに、しかし足元の技術はこれうまいですね。うまいですよ、うまいですね、なかなかこうはいかないですもんね。いかないですよ、今だでも何気ないこう前方ルックアップですか、モーションなんですけどね、はい、12番カプラニス、やっぱりあのステップワークですか、はい、本当に見習いたいですよね、うん、これはグループ A の5節での、まあ、対戦といいますか、はい、FC ポルトはナントと対戦するんですね。そうなんですね、このポルトホームのナント戦、はい、これは楽しみですね。これを落としたらもうおしまいでしょう、危なくなりますよね、はい、重要な一戦が5節、今日仮にこのまま引き分けてしまっても、はい、ナントにしっかりホームで勝てば、いいわけですもんね、そうなんです、直接対決ですから、ね、はい、上を一つ引きずり下ろせますからね。セクレタリオ、比較的主審が流しています。倒れたのはこれ15番をつけているビーノです。あ、ここでファールを取れています。この位置から、あ、メンバーの交代があります。あ、どうやらこれドルロビッチ下げますね、うん、ドルロビッチに代わってやはりこれポルトガル代表ですが、フォルハ、そうですね、はい、
some young fresh legs coming on for Pola. そうですね。サードポジション。ホルヘコスタですからね。はい。フォルハが入ります。そしてドルロビッチが下がりました。さあプレーが始まっています。残り時間は5分ありません。ちょっとアロイジオいまいち今日は乗ってませんね。はい。あアロイジオじゃなくて。イズメンソン。はい。残り時間は4分。空振り。ヨルギアディス。つながりましたか。一旦戻して。さあアロイジオ開いて。長いボール。さあ今度はチャンス。パナシナイコス。なかなか前に曲がりません。縦に一つ。タッチツーになりました。あ、生きてる生きている。スローイン。パナシナイコス。最後出したのはセクレタリオ。セクレタリオは頑張ってますよね。はい。ヨルギアディスですか。4番の方に H ヨルギアディスですか。はい。抜かれてませんよね。確かにそうですね。いやーそれにしましても残り3分ですが杉山さん、はい、点が入る気がしません。何かしらの決定的なチャンスというのは最初少し盛り上がったんですけどね、またちょっとねちょっと人体前半同様の、あっとエメルソンのこのドリブルが、ね、エメルソンあっとしかしこれ突破できません、はい、まあそのなんていうんですかはたかないで、うん、一人でいっちゃいますよね。いっちゃいますね。さあチャンスになりました。まだ持っている。ゴイン。ドニス。また今自分で外しますよね。逆襲。ビーノから。合いません。日本です。今後ろに一回叩いておいて自分が上がるっていくっていう感じじゃないですか。そうですね。自分のドリブルで局面打開してしまいますからね、うん、いや混戦です。混戦です。選手来ている。あーロングシュート。まだ来ている。来ている。さあ今度は FC ポルト。チャンスか。ホルヘコスター。いや違う。これはドミンゴスですね。そして今上がってまいります。そうです。スルーパス。オフサイド。残り時間2分。最後ホルハオフサイド。残り時間が1分半。これはオフサイドの数ポルト2つ。パナシナイコスありません。パナシナイコスありませんね。ありませんね。いや杉山さん、はい、まあ、残り時間が2分なんですが、はいはい、勝敗の行方分かりませんが、はい、ここまでご覧になって、まあ、全体どうですか。今日は、はい、なんていうのかな、最後までこう戦ってないですよね。様子を見ながら最後まで行っちゃったっていうところじゃないですか。喧嘩じゃないですよね。まあ、イエローは適当に出てますけどね、はい。さあメンバーの交代がここであります。ラゴニカキスが出ておりますが、ラゴニカキスは誰に代わりますか。あー9番をつけました。バッティアに代わってラゴニカキスが入ります。残り時間が本当にないところ、手元の時計ではもう30秒ありません。したがってこれから選手が入ってプレーが入りますと、これロスタイムに入ることになります。今バルゼヒアが入り、いや出ました。そしてラゴニカキスが入りました。さあプレーが始まっています。45分、したがってトータル90分を過ぎました。ロスタイム、今のは時間稼ぎ的だとするならば、はい、もう引き分けでいいんでしょうね。でしょうね、その狙いですね。この時間で交代しませんよね、普通は、はい、ちょっとね、エメルソンからのパスは通りません、エドミューソン、はい、普通にね、時間稼ぎ以外の何者でもないですよね、今のこと。そうなんで、そんな風に見えましたけどね、もうプレーが始まった時にはすでにロスタイム、0対0です。しかしこのまま勝ちますと、またパナシカナイコスが1点勝ち点を取ることになります。あー終わりました。
したがって引き分けです。引き分け、はい、両チームともに、まあ、1点ずつ勝ち点を取るわけなんですが ね、ずいぶんこれパナシナイコスは丁寧なと言いますか、少しでもこれ積み上げていこうという腹ですか。そうですね、でもここはなんとか今日勝ちましたからね。はい、はい、そうでした、これからですね。そうですね、これからですね、はい、ポルトとナントの対戦というのが非常に興味深くなります ね、この直接対決です。はい、はい、一言この試合振り返ってください。そうですね、はい、最後までよく見ましたね。そうですか、はい、今度のこれは放送予定といいますか次回のカードです。11月29日深夜0時からステアウアブカレスト対ボルシアドルトムント、これはグループ B です。これいけますね。そうですか、はい、今日の解説はスポーツライターの杉山修一さんでした。杉山さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。I'm John Paul Delacamera. Thanks for watching Match Day 4 on ESPN.